コンデンサ、コンデンサとは、電化、静電エネルギーを蓄えたり、放出したりする、受動素子である。キャパシタとも呼ばれる。日本の漢語では蓄電機などとも。この素子のスペックの値としては、基本的な値は、静電容量である。その他の特性としては、引火できる電圧、耐圧、理想的な特性から、どの程度外れているかを示す、等価回路における、 直列の誘導性を示す値と直列並列それぞれの抵抗値などがある。一般に国際単位計 SI における静電容量の単位であるファラド、記号、回で表すが一般的な程度の容量としてはそのままのファラドは課題でありマイクロファラド、マイクロファラドイコール回やピコファラド、PF イコール回を用いる場合が多い。欧米ではナノファラド、 NF イコール回を用いている場合が、回路図等に多く見かけられるが、日本では稀である。また、古い回路図等には、ピコピーを、ミューミューと書いてある場合もある。なお近年の電気二重層コンデンサのような電源の用途として、用いられるものでは、ファラド単位で示されるような製品も現れてきている。耐圧は用途に応じ、微小電力機器用のボルト程度のものから、 高電圧発生用などに使われる1 0ルト程度のものなど様々である。英語でコンデンサといった場合は熱機関における複水器などを指すことがほとんどである。コンデンサの名称は電気の正体がわかる以前に濃縮するという印象から名付けられており、現在の電子工学の観点からはキャパシタの名称の方がより実態を反映している。ただし、 コンデンサマイクなど、英語でも、コンデンサで定着している単語もある。1745年10月に、出身のエバルトゲオールクフォンクライストは、手で持ったガラス瓶の中に満たされた水に、高圧静電発電機を導線でつなぐと電荷が、蓄えられることを発見した。クライストの手と瓶の中の水が導電体として働き、かつ、ガラス瓶が誘電体として働いたのである。 クライストは発電機を外した後に導線に触ると激痛を伴う火花が起きることを見出した。彼はこのことをフランス王国の逃げ決めは受けたくないと手紙で十回している。三ヶ月後、オランダの物理学者ピーテル・ファン・ミュッセンブルークにより同様なコンデンサが発明され、クライストのものより早く発表されたことで、彼が勤務していたライデン大学にちなんで、 大電瓶と名付けられた。グダニスクノは、電化容量を増やすため、初めていくつかの瓶を並列に結合し、公平中体を作った。ベンジャミン・フランクリンは、大電瓶の電化を蓄える効果を増しているのが、想定されていた手と水ではなく、ガラスであることを追試し証明した。彼はまた化学電池の組に対して、バッテリーの言葉を当てはめた。このような大電瓶を、 板ガラスに対抗させたより強力なコンデンサは無線電気通信の発明により規格化された容量が要求されまた高周波への移行によりインダクタンスの低いコンデンサがようになるまで1900年頃までもっぱら使われ続けたコンデンサの小型化は金属箔の間に油を浸した紙のような柔軟な有電体膜を挟みそれを巻いたり折りたたんだりして 小さな外周器に入れたもの、すなわち油、紳士コンデンサの製造から始まった。コンデンサの名は通常の容量級と比べ、より高い密度の電荷を蓄えられるという装置の、性能から1782年にアレッサンドロ・ボルタが初めて業集器言葉を当てはめた論文を発表したことに由来する。まずは電磁気学に基づく理論的な観点から説明を行い、工学的、 電気、電子工学な観点からの解説や応用は、講述する。周囲と電気的に絶縁された導体に電圧を印加すると、内部に電化の偏りが生じる。この現象は、静電誘導と呼ばれる。理想的な状況では、重ね合わせの原理から印加する電圧と偏る電化には比例関係がある。印加する電圧を、偏る電化をとしたとき、 この関係はと表される。この時の比例係数は静電容量と呼ばれる。静電容量は導体の幾何学的な形状と導体の周囲の絶縁体により決まる。電気的に絶縁された導体が近接していると、一方に正の電荷が他方に負の電荷が生じて互いに引き合うので電荷が充電されやすくなり、静電容量が大きくなる。 この性質を利用したものがコンデンサであり、コンデンサは、有電体によって、電気的に絶縁された複数の電極や、電極板の組み合わせによって構成される。コンデンサのモデルとして、平行に近接した2つの平面を、電極板とする平行板コンデンサがある。電極板の面積を、電極板の間隔をとすれば、静電容量がで禁止される。この時の比例係数は、 電極板間を絶縁する、有電体の有電率である。この禁止が成り立つには、電極板の間隔が十分に小さい、フォーミュラ3という条件が必要である。あるいは電極板の面積が十分に大きい、フォーミュラ4と言い換えることもできる。充電されたコンデンサが蓄える静電エネルギーは、で、表される。つまり、容量1ファラドのコンデンサ20ボルトの電圧が、 かかっている場合、電力量は 50JW 秒となる。従って、この場合における、定格出力 50W の電気製品は1秒間、動作することになる。これは、理論値であり、実際には電圧を安定させるための回路などが、必要となるため、その分電力量が減ることとなる。以下、工学的解説や応用を述べる。直流の電流を通さないことから、 カップリングコンデンサに利用されたり、デカップリング用のコンデンサに利用される。その他、平滑回路や、共振回路、フィルタなどにも利用される。実際の電子回路では、同じく受動素子の一つである抵抗器やコイルと共に、用いられることが多く、前者は R、後者は L と表現されることが多い。要求される、周波数帯域、容量や精度、温度に対する容量変化、 体圧など、回路の目的、用途、環境、コスト、大きさに合わせて、各種の形状、材質のものが幅広く用いられる。低コスト化、小型化の要求の強い民生用小型機器では、チップ積層セラミックコンデンサが幅広く使われている。バイパスコンデンサ、パスコンとしての用途が圧倒的に多い。他にわずかながら、推奨発信機やタイミング回路に使われる。 主に周波数特性が良いチップセラミックコンデンサが使われる。アルミ電解コンデンサを中心としてセラミックコンデンサ屋が使われる。近年、後日の電気二重層コンデンサをはじめとした1回以上の大容量のものが開発され、蓄電装置として利用されることが多くなりつつある。例えば、ノートパソコンの電源としての利用、ハイブリッドカーや電気自動車の指導用電源など、 最近では、電気自動車の走行用電源そのものとしても、使用可能となってきている。構造は単純化すると、有電体、絶縁体を介した2枚の電気電動体、平板であり、これに直流電圧を加えると、電化、電気エネルギーが蓄えられる。実際の製品では、以下に挙げられるものがある。主にアナログ回路用であるが、 高電圧を扱う回路にも使用される 0.5PF から1マイクロファラドが一般的である。近年は数百マイクロファラドのチップ型セラミックコンデンサも現れている。デジタル回路のパスコン、高有電率系及び半導体、アナログ回路の温度保証用低有電率系に用いられる。高周波特性は良い。チップ型など小型のものや大容量のものは 内部電極を積層構造にしている。高周波回路、高精度、安定性が要求される回路用電極表面に化学処理することで絶縁体あるいは半導体の薄膜を形成し、これを有電体としたもの。非常に大きな容量が得られるが、一部を除き極性を持ち、所得性はかなり悪い。電源系や低周波系に使用される。 耐圧や周波数に注意する必要がある。耐圧を守らなかったり曲線を間違えたりすると正常に動作しないばかりか発熱して煙が出たり電解液が外部に漏れ出す場合がある。ひどい時には破裂する場合もある。破裂するとコンデンサーの破片が四方八方に飛び散り非常に危険である。一般に固体電解コンデンサーと呼ばれるものは電解動作体や 導電性高分子を用いた電子導電性個体を用いており、従来からある電解液を用いたコンデンサに対して透過直列抵抗が小さく周波数特性に優れているため CPU 周辺など高周波形にも使用されているが電解液タイプに比べて高価でかつ自己修復性が小さいという問題がある。リード線方式の場合は マイナス極の上に黒い線が記載され、一般タイプの新品では、不極のリード線が短く切られていることで判別する。画像の上側の黒いもの、アキシャル型では、右側のリード線が不極で、下の青いもの、ラジアル型では、下側のリード線が不極である。アキシャル型の場合、不極のリード線がケースと接続されているが、ラジアル型は両極とも接続されていないため、 電化がある場合、どちらとも、電位差があり、ショートや感電に注意を要する。電気二重層、キャパシタ、ウルトラキャパシタ、主に、米国で用いられる用語、スーパーキャパシタ、日本電気の商標、ゴールドキャパシタ、パナソニックの商標、電気化学キャパシタ、あるいは単に、キャパシタと称される。電解液電極界面において、 電解液中のイオン及び電極中の電化単体、電子、またはホールが互いに引き合う格好で整列する現象、電気二層を用いて蓄電するコンデンサ、イオンと電化単体が互いに隔てられた部分、ナノオーダーの距離が有電体に相当する。また、電気二重層コンデンサの静電容量は、理想的には電極の表面積に例するとともに、電極間の距離に、 反比例する。そのため、非常に大きい静電容量を実現することが可能である。実用化されている電気二重層コンデンサでは、非表面積が極めて大きい活性炭を電極として用いている。例が多く数回、立方センチメートル級の静電容量が得られている。なお、電気二重層は、政府両極に生じるため、一つの電気二重層コンデンサは二つのコンデンサ。 ただし、不極に生じた電気二重層の直列接続に相当する。耐圧は電解液の分解電圧以下に制限されるため、約 1V、水系電解液の場合、約 3V、非水系電解液の場合と非常に低く、複数個を直列接続することで必要な電圧を得ることが多いが、 接続された個々のコンデンサの特性ばらつきによって電圧が完璧に均等に分配されることはない。そのため、あるコンデンサだけが過充電になることを防ぐための工夫が必要になる。単純な方法としては、各コンデンサに抵抗を並列接続させることがある。また、通常のコンデンサと比較して、漏れ電流が非常に大きく、イオンが動くために周波数特性が悪いことには、 留意するるる必ずががある直流回路で用いいられることが多い主に電子機器のメモリーや時計回路におけるバックアップ電源として用いられてきたが、電力貯蔵用にも使用され始めている。近年、ハイブリッド自動車や電気自動車の電源としても注目されてり、製品化された例では、コピー機の急速立ち上げ用電源や無停電電源装置などがある。 さらに鉄道用の電車でも実験的に電源として使用して機動力、約2%の電力を確保するなど、様々な分野で小型化、大容量化の研究開発が進められている。二次電池と異なり電気化学反応を従わないため、密る放電回数の制限がないこと、大電流の密る放電に強く温度条件の厳しい環境下でも用できることなどの利点を持つ。このため、 燃料電池自動車であるホンダカイ CX にパワーアシスト用として搭載されたり、早草に搭載されたローバーにも採用された。また、ハイブリッドカーへの搭載も予定されている。静電容量を加減することができるコンデンサのことを、差し、軸を回転させる極板の対向面積や電極同士の距離を変えられるようにしたバリアブルコンデンサと各容量の固定コンデンサを切り替え、 土により断続的に変えられるようにした、可変運もコンデンサに対別される。回転軸を回すことで、静電容量を可変できるコンデンサ。送信機や受信機、ラジオなどの同調回路などに使われる。ラジオの同調回路、周波数ダイヤルのように、もともと頻繁に回すことを目的作られているものと、回路の定数の微調整用として、出荷前やメインテナンス等、 調整するときしか回さない目的に作られたもの、トリマーバリコン、半固定可変コンデンサとがある。NEC によって開発された、分布定数型の素子で、回路基板、ボード上の回路同士の干渉を抑え、高速、高周波回路の不安定動作を解消する、低インピーダンス線路素子と呼ばれるものである。多層基板を使わずに高速 CMOS LSI を、 使用するような無茶なことをするときに役立つ素子である。電解コンデンサなどのような大型のものでは、本体に直接容量や耐圧が記載されているが、セラミックやフィルムコンデンサの場合、容量が一シという形の3桁の数字を使った特有の表記、抵抗器カラーコードを数字で置き換えた形で記載されている場合がほとんどである。 抵抗器に形状が似たものでは、カラーコードで表示している場合がある。生き字の意味は、XX10PF、ピコファラドである。チップコンデンサの場合、極小な本体に容量の表記を印刷することが困難であるため、チップマウンターに装填するためのリールに印刷する型番に容量の記載が含まれていることが多い。またその際、上記の三桁の数字の後に、 アルファベット1文字で容量の許容誤差を記載することが多い。例えば、225K と書かれていれば、2020、20 PF イコール220万 PF イコール2.2、マイクロファラドの許容誤差プラスマイナス10%と読む。容量の間隔については、抵抗器同様に E 系列で、主に E3、10.2247を奇数とする倍数値。 E6、10.15、e、10. 22.33、47.68、お奇数とする倍数値で、稀に E12 や E24 が使用される。受動素子の標準数値表も参照。ただし1から 10PF に限り、1PF 間隔となっている。定格電圧、耐圧については、電圧を直接表示している場合と、数字とアルファベットを組み合わせた記号で表示している、場合がある。 記号と電圧の組み合わせは次の通り。2 j 1 d 3と記載されていれば、を表している。二桁以下の場合は記載値がそのまま PF 単位を表す。リード部品のセラミックコンデンサ等において、電圧表示のないものは、大圧 50V 程度のものが多い。一方、近年急速に増えている、積層型セラミックコンデンサやチップ型フィルムコンデンサ等は、 容量と大きさと耐圧がそれぞれトレードオフの関係にあることから耐圧が明記されているものがほとんどである。これらの振る舞いについて容量性があると言ったりする。以下の項目のうちプリント基板と電解効果トランジスタについては規制容量も参照されたい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。